バシケーンは、日本の競争馬。2010年中山大障害優勝場。場名の由来は、バシ名人名。第133回中山大障害、バシケーン平地競争では八戦すべて、単勝オッズ100倍を超える2桁人気。結果も、前線勝馬から2秒以上離される2桁着順。そのうち再開が4回という散々な内容を見せ、3歳。 春早々に平地に見切りをつけ障害競争へと転向となる。入り触り後11戦目にしてようやく初勝利を挙げたバシケーンは、その後、障害オープン一勝を勝ち倉に加え2010年12月、中山大障害へと駒を進める。レースの関心は、同レース5年連続連帯中のメルシーエータイムや2010年春の中山グランドジャンプ3着の東アベガに集まり、 障害のキャリアだけなら、出走馬12番目となる22戦を経験も、勝倉は2勝、10勝での入着実績なしの馬経営にへの評価は、単勝10番人気とかんばしいものではなかった。管理する高橋義弘町教師も出走にあたり、63キロを背負っての GI は、甘くないと控えめな発言をするも、その一方で障害入り後も敗戦を重ねた橋敬遠を使いながら、何かを得、 その度に強くなる馬と表紙レースに出走させ続け、力をつけた今、密かな楽しみはあると、その成長ぶりに期待も寄せていた。レースが始まると、折り合いだけには気をつけたという三ノ島騎手を背に、バッシュケーンは、後方待機を続け最終障害を、飛び越し後、一気に先行馬を競り落とし優勝、重賞発生波を JGI で飾り、高橋義弘調教師に、 開業12年前での重賞初勝利をもたらしたほか、シルク・ジャスティス産区発の JRA 重賞勝ちと、初物尽くしの勝ち星となった。また2010年の JRA 賞、最優秀障害馬に選出された。2011年は、春麗ジャンプステークスから、指導、中段から追い込むもランヘラン馬の3着に敗れた。その後は、中山グランドジャンプを目標にしていたが、 左前浅く県園を発症し長期休養を余儀なくされる。2012年3月10日の阪神スプリングジャンプで1年1ヶ月ぶりに戦線復帰したが6着。続く中山グランドジャンプは中段追走も失速し12着に終わった。6月30日の福島ジャンプステークスは後方から追い込み4着。10月14日の東京ハイジャンプで10着に。 敗れたのを最後に現役を引退11月23日に競争馬登録を抹消された。引退後は福島県の蒲田牧場で乗馬となるとされていたが結局同じ福島県の相馬中村神社につなぎようされることになり同神社で相馬や馬追いに出場する神名を務めている。2018年より引退名馬つなぎ要展事事業の女性対象馬となった。 2018年7月にナインスターステーブルに映っている。ありがとうございます。